はい、どうもこんにちは、マキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、キャベツですね。僕ね、種まきをしまして、この場所でね、ちょっとね、苗をね、作っていました。そして苗がもうね、完成しましたので、こんな感じでね、もう植え付けたんですけれども、今日はですね、100均の商品を使ってどんな風にですね、はい、設置していったらいいのかっていうところですね、ご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速いきましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらですね、ちょっとね、キャベツですね、苗を育てていまして、はい、このようにですね、7月頃ね、種をまいたりとか、やっていたんですけれども、元気よくね、育ってきています。今日はですね、こちらですね、こんな感じで元気よく育ってきていますので、はい、植え付けてね、いきたいなってね、思いますね。キャベツとかですね、今の時期植えるとすごくですね、大きくなって美味しく、成長していきますので、はい、虫ですね、虫が結構やっぱりね、食べられてしまうんですけれども、ちょっとね、対策をしながらやっていきたいなって、ね、思います。ではまずはですね、ここ端っこの部分がね、あると思うんですけれども、こちらから植え付けていきたいと思います。ここをですね、キャベツはそうですね、30センチ、25から20センチから30センチ間隔に育てるといいので、この端っこの部分ですね、ここにまずは植え穴を開けていきたいと思います。はい、このように開けまして、はい、どんどんね、植え付けて、こうやってお水をね、まずは垂らしていきます。そしてお水を垂らしましたら、まずはですね、キャベツ、甘馬というタイプのキャベツがね、あるんですけれども、はい、こちらをですね、植え付けてね、いきたいなってね、思います。はい、じゃあ甘馬ですね、こちらの苗のね、ところから、はい、苗これね、取りまして、こんなにね、感じで立派にですね、育っています。はい、早速ですね、じゃあここに今お水入れていますので、そのまま植え付けていきたいと思います。そして植え付けましたら、このね、今掘り出した土を、はい、戻して、株元ですね、しっかりとグラグラとね、揺れないようにですね、風とかね、結構吹いたりとかも、する季節に、ね、なってきますので、こんな感じでですね、はい、植えることができます。植えていきます。そして植えましたら、この間から、そうですね、30センチですね、やはりね、開けます。この指が10センチになりますので、10、20、30ですね、この位置、この位置にまたね、植え付けていきます。ここから20センチ離したこの場所ですね。はい、では同じように、よいしょ、穴を開けまして、甘馬ですね、はい、植え付けていきます。もうね、雨が先日降りまして、結構ここ湿ってますね、雨が。なのでね、この雨の水ですね、水分ですね、しっかりと含んでくれて、大きく成長していくかなってね、思います。では同じく、今度は奥ですね、こちらの間の間からまたね、ここですね、そして20センチ離した場所、この場所に、はい、穴を開けて、そしてお水もね、入れておきましょうか。お水を入れて、はい、植え付けていきます。そして土を戻します、ね、ちょっとしたね、作業ですけれども、これでね、どんどんとね、大きな、キャベツですね、育ってね、いきますので、こんな感じでね、育てて、植え付けていきます。したら、今度はですね、タケノコキャベツですね、を植え付けていきたいと思います。タケノコ型でね、早く取れるタイプのキャベツになるんですけれども、はい、こちらまた30センチですね、離して植え付けていきます。この場所ね、はい、タケノコキャベツ、あー、すごい、しっかりとね、根っこが張っていまして、すごくね、いい苗に成長しています。そしてお水入れるのをね、忘れないようにしていきます。そして本来ならね、液体肥料とか入れたりね、することもあるんですけれども、この時期は虫ですね、やっぱり肥料が多いとまだ暖かかったりもする影響もね、あるって、虫がね、寄ってきやすいんですね。
なのである程度ねちょっと活着して大きくなってきたら、その葉っぱの色とかですね薄くなっていたら追肥って形でやってねいきたいなってね思いますので、植え付ける時はですね、まあ元肥って言って土作りする時に肥料はねちょっと入れたんですけれども、ねあんまり多いと虫が寄ってきて葉っぱですねこういう葉物系はね特に食べられやすかったりしますので、ね、ちょっと肥料は抑えながらですね育てていきたいと思います、はい、そしてタケノコキャベツで戻してこんな感じね元気にね育ってねってね愛情を込めながらね育てていきたいと思います。そして今こちら植え付けましたので反対側も同じように植え付けていきたいと思います。この間ですねちょうど間の部分ですね離したこの位置ですねこの位置に、はい、植え付けていきたいと思います。ね、この時期の植え付けはどうしてもねちょっと雨が降って乾きにくかったりしてね結構泥ですね泥だらけ風になりやすかったりするんですけれども、でもかえってそれがお水ですね水分をしっかり汲んでくれるので、育ちやすいね環境にも、だんだんね気候的にもなってきてるのかなってね思います。はい、OK、そして間を開けたこの位置ですね20センチ離した場所ですね、はい、よいしょここに植え付けていきます。よいしょ、わあこれは見てみてください、ヨトウムシですねこれ。これがね秋冬野菜を育てていて天敵になる虫になります。これがねあると本当ね一瞬で食べられてしまいますので、葉っぱの裏にですね特につきやすかったりするんですけれども、これはね注意が必要になります。見つけたらすぐですね退治をしていきます。そしてこれね見ていただくとこうやって葉っぱは成長してるんですけれども、この中心の部分ですね中心の部分が食べられてしまっています。こうなってしまうともうね成長してなくなってしまいますので、これはもうね苗としては使えないです。はい、こういったね被害がありますので、虫ですね特にねこの時期はね注意ですね必要になります。はい、じゃあちょっとね残りの部分ですねこちらも植え付けていきたいと思います。はい、このようにですねキャベツですねしっかりと植え付けることができました。はい、ではですねこちらですね奥側と同じようにちょっとね、虫対策をしていきたいなってね思います。でもねこの防虫ネットをねできればしていきたいんですけれども、防虫ネットって結構高いじゃないですか。なので今日はですねこういう、段ポールですね段ポールを使ってちょっとね、はい、設置をしていきたいなってね思います。ではまずね約1メートル間隔ぐらいですねそのぐらいになるようにちょっとこちらですね、はい、段ボールをちょっと埋めていきたいなってね思います。そして今回ですねその防虫ネットはやっぱりちょっとね5メートルとかですねここ幅あるんですけれども、ちょっとね高いので、今日はね防虫ネットは使わないで100均の商品ですねを使ってちょっと設置をしていきたいなってね思います。こんな感じでまずは段ボールを使ってこう U 字状ですねアーチ状にしてやっていね、きたいなと思います。今ですねダイソーさんとかですね100均のねところに行くと結構ね商品ですね園芸用の商品ねいいものがね売られています。その中でも僕はねちょっと防虫ネットですね、はあるんですけれども、防虫ネット1メートルしかないのでちょっとねちっちゃいんですね。でも不織布っていうですね布製のものがありまして、はい、そちらをね使ってちょっとね設置していきたいなと思います。ここの長さですね長さは約5メートルになるので、5メートルのタイプの防虫ネットもあるんですけれども、横幅がですねそうすると135センチしかないんですね。でも4メートルの長さのものだと、横幅が108メートルですねあるものがあります。
これね、横幅が広いとですね、その不織布ですね、設置するときに広くですね、使えるんですね。横幅が広いとそれだけですね、高くですね、防虫ネットを設置してすることができまして、低いとですね、低いところでしか設置ができないんですね。そうすると低いところでしか設置ができないとなると、結構ね、虫ですね、虫がついてしまって、食べられて、ね、しまうということがあります。もういうね、不織布の上から虫の卵ですねを産みつけられてしまうっていうことがねあるんですね。なので高いタイプですね、背が高くなるように横幅が広いようなねものを使っていきます。こんな感じで U 字押さえピンですね、これを使って、はい、固定をしていきます。そして固定をしましたら、ここをね伸ばしていきます。そして先ほども、ね、お伝えしたように4メートルなので、これだとね、届かないんですね、奥まで。これじゃ意味じゃないんじゃないかってね思うかもしれないんですけれども、これですね2つ使っていきます。あとは、あえてね、うねですね、うね幅を、今ね5メートルありますけれども、5メートルではなくて、3メートルとかですね、ちょっとね狭くですねしてあげるっていうのもね一ついいのかなってね思います。今回はでもね、ちょっと5メートルで作ってしまいましたので、5メートルで、設置がねできるようにしていきます。そしてちょっと引っ張りながらですね、こういう風に引っ張って、この横の部分をですね、こういうパッカーを使って、はい、よいしょ、固定をしていきます。反対側も同じですね。少しね引っ張りながらやると綺麗に、はい、ね、この不織布ですね貼ることができます。そしてこういうパッカーを使うとよりね綺麗に、はい、設置がねできます。これでね OK です。そしてここ今半分ねやりましたけれども、もう半分をですね、また同じ横幅180センチで、長さがね4メートルのもう一個ですね、この不織布ですね使って設置をしていくっていうですね、そういう感じでやっていくとね良かったりします。こちらの端っこをまずは肩結びですね縛っていきます。でやりましたら、このね端っこの部分ですね、ちょっとこうね斜め45度ぐらいになるようにすると、タープの原理でね、よくキャンプとかね使う時にタープ貼ると思うんですけれども、そういった時にですね、風でねこうやってグッとね引っ張られてもですね取れにくくなるんですね。垂直で刺すよりもちょっと斜めですね、斜めでやった方が、はい、取れにくくなりますので、そんなね原理を使って、はい、こっちね設置をしていきたいと思います。なので場所によっては不織布ですね、二重のところもね出てくるんですけれども、それだけ虫ですね、虫の被害も少なくなりますし、あとは保温ですね、これから夜とかもね結構ね寒くなってきますので、夜寒さに耐えられるようにですね、こんな感じで、はい、設置をしてあげるとですね、夜にもね耐えられて、元気な、ね、キャベツですね育っていきます。そして端っこの部分ですね、こんな感じで、引っ張りながらパッカーでパカッとね、はい、固定をしていきます。これでね OK です。そして反対側も同じように、はい、パッカーで固定をしていきます。そして横幅がやっぱりね、180センチとこう広いんですね。広いので、横にね広がりやすいです。これが横幅が135センチの、ね、ものだと、横幅がちょっとね余っちゃうんです。浮いちゃうんですね。隙間ができちゃうんですね。そうすると、せっかくねこういうね不織布ですね貼っていても、その横から虫が入ってしまうので、ここはねちょっとね、横幅その138センチのですね、防虫不織布も試したんですけれども、結果的にはですね横幅広い方が虫が入る、ね、危険性が低くなるかなって、ね、思いますので、少し大きめのサイズですねを購入してちょっとね利用したりしています。あとはこういうアーチですね、つけない場合は特にですねベタ掛けって言いまして、地面にですねペタッとね芽が出るまでかけておくっていうね方法もあるんですけれども、その場合はですね横幅135センチ、そして長さが5メートルねありますので、そういったもの長い畝のね場所でも同じように設置することができますので、はい、そういうふうにですね使って使い分けながらですね、
できま設置することがねできますので、ね、用途に合わせながらねやっていくといいのかなってね思います。はい、あっという間に綺麗にですね、はい、ね晴れる晴れてきました。晴れましたら横のサイドの部分ですね、土でねちょっと埋めて軽く埋めてしまえばですね完璧に閉じることがねできますので、そんな感じで、はい、こういうね不織布ですね、虫対策として、やってねいくといいかなってね思います。はい、そして強度を高めるために上の部分もねパッカーしとけばよりね完璧です。あとは強風ですね、風とか飛んできて飛ばされちゃう危険性もありますので、こんな感じでですね、この防虫ネットですね上からさらにやってかぶせます。かぶせてちょっと斜め45度ですねで、設置をして固定ですねしていくっていうね方法もあったりします。これねこの上から段ボールですねを使って、ね、固定をするようなこんな感じこんな感じで、ね、やることもできますので、これすればねすごい綺麗にですね、はい、貼ることができます。まあ家庭菜園でねやるんでしたらそこまで大きな場所使わなかったりもねするんですけれども、もしね広いねところでやっていきたいやっていくよっていう方はですねこういうふうにもね設置できますし、短い場合はですね1個のそのね不織布だけでもですね十分賄えますので、そんな感じでね、はい、育てることができます。そしてこのサイドの部分ですね、ちょっとほぐして土ほぐして土で土をね軽く、はい、乗っけて飛ばされないようにですね、横の隙間もできないようにですねしておけばよりね、はい、完璧です。元気よくですねこれでキャベツですね育っていくようになりますので、はい、そんな感じでねやっていくと良かったりします。あとはね土がですねちょっと濡れてると土が硬くなってしまって良くなかったりするので、土がねもし乾いた時ですね、乾いた時にねやっていくといいかなと思います。ちょっと僕はちょっと時間ですね、植え付ける時間がもうねなかったので、ちょっと今回はですね少し地面ですね濡れてますけれども、はい、このようにね土を掘って、不織布でね不織布を埋めて、はい、やってねいます。はい、できました。うん、綺麗にね設置することができました。じゃああとはね定期的にお水ね乾いていないか、ねこう持ち上げてここを開けてチェックをしながらねやっていけばですね、枯れることなくですね元気よく、はい、育っていきますので、そんなイメージでやってねいきたいなってね思います。はい、いかがだったでしょうか。ね、こんな感じでですね、綺麗にですね、貼ることができました。これでキャベツですね、美味しくね、だいたい2ヶ月ぐらいもすれば、育っていきますので、収穫できますので、またね、管理の方法もですね、ご紹介していきたいと思います。はい、じゃあ今日はね、この辺で失礼したいと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。